私はオートクチュール刺繍の技術を使って、大人の刺繍を作っています。オートクチュール刺繍で最も皆さんが使ってるっていうのはクロシェドリュネビルというかぎ針を使います。そのかぎ針を使って刺すことですごく繊細に細かい作業ができます。そして材料もいろんな材料を取り込むことができるので、そして素早く時間を短縮できるっていうのも特徴です。ヴィンテージビーズっていうのはやっぱり繊細で細かくてサイズがとにかく小さいで、あと色の面白さっていうものと、あと形の面白さっていうのがすごく特徴なので、アクセサリーに関しては全てヴィンテージを使っています。今ってうちはそのアクセサリー、あと広告デザイン、あとレッスンっていう3つに分かれて、まあ、全てデザインは私がやってるんですけれども、それぞれにやっぱりちょっといろいろ違う要素を持たせているので、アクセサリーに関しては話しかけてもらえるようなデザインを心がけているっていうことと、あとはその動きの瞬間を切り取るっていうところもちょっと考えながら作っていて、挑戦してた時期というか、まあ、いつも挑戦してるものあるんですけど、平面なのに立体に見える、その色のなんか色の分解をしながら、そしてビーズって絵の具みたいに色を作れないので、その自分が持っている色だけで色の分解をして、どうしたら立体に見えるかっていうのはすごく自分の中でこれはすごい楽しかったやつですね。これも指輪が刺さるように一部だけ立体にして、これも紐が通るように一部立体にしてるだけなんです。このなんかトリックアートみたいな、そういうのにすごいもっとやりたいなってこれはなんか思っているやつですね。昔の作品なんですけどね、好きですね。ちょっとポエム感があるようなものとかも考えたりするのが好きなので、いつかあなたも赤くなるよっていうことをお母さん側が言っていて、時間はどこから来るんですかって聞いている感じです。でなんかいちごの時間っていうタイトルです。色数の多さとか、全てをこう線で区切っていれば結構こう塗り絵のように入れていきやすいんですけど、そうじゃないところも多いのと、そうですね、なんかちょっとこう、なんだろう、とにかく細かいっていうところかな、なんか埋めていくっていう範囲が少ないっていうところではすごく大変でした。で、もともと他の方の作品じゃないですか。それを、なんか変なことしちゃったらまずいし、そこもなんか緊張感がありました。世界にいる、18種のペンギン全てをサイズも比較できるようにして、あとその展示する時もどこに生息していて、どういう特徴があってとかっていう分かるように、それこそ美術博物館じゃないけど、そういうような展示方法にしたくって作っていたりします。レッスンでこの技術を教えるための作品なんですけれど、皆さん生徒さんがこれを作っていく、でその中にもいろんな技術が入っている。でも元にあるものはやっぱり私が向こうで学んできたエコール・ドゥ・ルサージュの技法があって、そこに沿った形で新しくデザインをし直して、それで教えてます。生徒さん大変みたいですやるところが多すぎて、でも本当にそれぐらいやらないと結構やっぱ手はどんどん難しい技法が出てくるので、手がついていかないんじゃないかなって私は思ってるっていう部分もあるんですけど、やりごたえは相当あると思います。生活のスタイルを変えてたり、人なのになんか足のところがアザラシになってたりとか、であの中にもやっぱこう波が描いてあったり、こう動きがあるような刺繍とかってすごい素敵だなって思いました。なんかあれですよね、民族的なところの刺繍って生活をモチーフにしてるものってすごい多いなと思うんですけど、そういうのも
いいですよね。私はにはなかなかどうしても埋めてしまうので、こういう余白の感じとかも可愛いし、ちょっとなんか計算されてない感じとかもすごいいいなと思うんですよね。